スランクあります、ね、それだけやっぱりあのスタンディングの攻めは厳しいですよね。千葉ばかりじゃないとばかり役襟固めで白手が先生はきついですね。役襟というよりも足首を使うでも決めちゃってますね。体格差が出ますよね、ここは。そうですね。これは苦しい八方塞がりの形になりました。先ほどあの小島さんの方からですね、あの白鳥選手は何一つ体を上げていないというような感じだったんですけども、自分から見るとやっぱり全然若手はみんなフレッシュですね。そうですか。これがそのまあ初物っていうか、あの見慣れてない姿があるんですけども、結局私のレスラーにない体を今持ってるんで、非常にフレッシュですね。ぜひうちのリングに戦ってもらいたい。これはいいですよね。もっともっとあの上だけでなく若い世代の下の世代の交流を確認して、まず成果を図ってもらいたいと思います。はい、世界の先輩の意地を見せてもらう石原に近くキャメルクラッチ、キャメルクラッチからエースロック試合をこなしている数も白鳥選手も多いですね。なかなかそこら辺がプロレスの難しいところですね。長くやってればいいっていうものもありますね。今日は本当に意地というかそういうものを意識してくれてますね、白鳥選手。お口は意外と体が柔らかいですからね、はい、あのこの手の攻めはそんなに効かないですよ。あえて相手に攻めさせてスタミナゲームを待つという。そうですね。なかなか普通は今だったら大撃に長手でどんどん攻めた方が攻めた方がいいんじゃないですかね。あんま手のひらにその攻めた方がいいとかあるような話ですけども、ジャパニーズレッドの足で攻撃で釣ります。センスがいいですね。キャリア1年とは思えないですもんね。このやり方を十分に活かしています。うちの使命者も可愛い顔して角煮さんといういらっしゃるところなんですが、本当にそういう意外性が、かといってラフにやらせるわけでも強さがあるので、口はですね、必ず毎回何か違ったことを一つはしてくれるんですね。それでしたね。それはやっぱりレストランとして大丈夫だと思うんですよ。そうですね。まあ、月1、2ヶ月に1回の後楽園の旅に何か新しいと見せてくれれば、ファンも絶対、あっと光るものがある。そうですよね。そんなに僕は難しいことないと思うんですよね。いきなりその感染されたものを見せなくても、やっぱりチャレンジして起こって、それを感染されてくれれば、まだまだその世代であれば、それが認められると思うんですよね。そうですね。今、上り調子ただけに、そういう緊張の追加をしたんだけど、そうですね。で苦しみに強力で合併しようとする白鳥さん、珍しいですね、こういう人を上げてるのに。白鳥がこういう目を持ってね、こういうあの長期攻撃だとか、はい、あの反対攻撃を受けてもらえるかないんですよ。尾崎がいますけども、はい、尾崎もそのジャパン女子時代ほどその比例的な部分を出してないですよ ね、ですからこういう穴開きの選手がうちの選手になって弱いですよ。逆に勉強になったのかもしれないね。はい、次のあの JWK のコーラー戦では伊藤カール選手とシングルマッチが決まってますね。今日は唯一の団体最高選手ということで力が入っております。これが JWP だというところを一つ見せてもらいたいですね。はい、押され気味ですね。あ、そうですね。ランキーブリ。おっと、これは不用意なリズクラッチホールドでしたね。危険な角度で首から落ちました。大丈夫でしょうか。ちょっと気を抜くと、まあ、気を抜いてるわけじゃないんでしょうけども、突きがこういうふうになっちゃうんですよ。プロレス入団は沈没です。それにひるまないで、ファンが言ってるので、今日の姿です。本当にいいですね。今度は若い死闘靴が、リコエ様の、ローリングプラッチ。
ての団体対抗戦ということで、もうちょっと感情むき出しの試合になるかと思いましたけれども、意外とテクニックがあったんですね。そうですね。まあ、若い選手同士だけにそういう爽やかな対抗戦っていうのもあっていいでしょう、ね。まあ、逆に団体の大きなものを背負ってないのにっていう点で、ね、そういうのが出てこないのかもしれないですけどね。緊張感のほうがと思いますよ。そうですね。団体対抗戦というのは。そしたらね、復調すれば技を切れる切れるっていう話が先に過ぎると思うんですよ。ちょっといつもお話しするのが見たいですよね。やはり敵地に乗り込んでということで、そういうやっぱ少しいいところを見せてそうですね。至近距離からのドロップキックを打って、お口にダメージを与えます。しかし不要にバックを取られたのジャーナルに強乗れる感じです。この辺は研究してますね、クラブで。やっぱり気になるでしょうからね、よその団体で自分より若い人間が活躍するというと、前の攻撃はしかしややこの返し技に頼りすぎていないでしょう。相手にダメージを与えすぎても丸め込むといった形では、やや目立つ感じの知らないです。引く連発もやや用意です。さてコーナーポスト上段に登りまして、空中殺法を見舞おうという感じ。トラッチャーです。まともにヒット。どんどん自分のペースになってくる。面白いですけどね。そうですね。福岡選手もそうだったんですけど、どうも前場リングに上がるといつもの自分が出してないというか、うん、そうですね。そこが気にかかっちゃうんで、もうまあ、福岡よりは、お口の方が今日はいいですね。そうですね。福岡はやっぱりこれだけだと異常な結果が、はい、別人のような形になってたので、そのレッスンが結果であります。独特の雰囲気があると思いますので、対抗戦とかってどうしてもそれに飲まれてしまうんでしょうね。まあ、でも今日はお口はかなり頑張ってくださいね。前半は今、本当に攻め込まってたという感じです。本来の動きが見られそうです。ここで見せかけて逃げてきてますね。ジャーマン起き上がり、ジャーマンブロガーをゴッとさせる連発ジャーマンです。ジャパニーズ当たり打ちに逆転したジャパニーズ3連発で打ち止め、山本さんどうですか。そうですね、もう一つインパクトが良かったですね。まあ、ただ勝ってくれたんで合格でした。そうですね、まだまだお口自身は満足しないと思いますよ。